よーかち、こっちはこんばんは、タイポンです。はい、ってことなんで、今回ですね、こちらのベスト11チャンピオンズカップ、こちらのゲームを実況していこうかなと思います。で、このベスト11は、どんなゲームかと言いますと、本格的なサッカーマネジメントゲームとなっております。タイトル画面で見てもらえばわかると思うんですけど、マンチェスターシティ、リバプール、パリ・サンジェルマン、ユベントス、ミラン、もう名だたる名クラブが、収録されてると。で、これね、FIFA プロ、いろんなサッカーゲームに FIFA プロライセンス受けてるんですけど、こちらのゲームも、その FIFA プロからライセンスを受けてるということで、こういったチームライセンス使用できているという感じになっております。で、クラブだけではなく、もちろん選手も実名で収録されてます。その数5000人以上、えぐい数入ってます。でですね、その選手たちが毎週ね、リーグ行われてるじゃないですか。その試合でパフォーマンスが良かったりとかすると、そのステータスっていうのも、どんどん更新されていく、そういうシステムもあるみたいです。かなり期待の新作アプリゲームとなっております。じゃあ早速やっていきましょう。かっこいいデブライネ。さあ、ワールドスターエキシビション、最初これチュートリアルですね。ワールドチームVS トップチームということで、もうメンバー一括、両チームとも。もうチラッと見えただけでも、もう、あーって頭痛くなるぐらいやばいわ。ベストレベルようこそ。私はこの試合の解説者。投資家が新しいサッカーチームのマネージャーを探していたため、あなたを推薦しました。ありがとうございます。このチャンスにあなたのコーチング能力を見せつけましょう。いや、俺もう S 級、いや、SS プラス級ライセンス、監督ライセンス、コーチングライセンス持ってるんで、まもなく試合開始です。相手はとても強い。なるほどね。こんな感じで試合を、行っていくと。とりあえず、自分はこう、俯瞰で見て、なんか、戦術を調整していくという感じになってます。こんな感じですね。選手固有のスキルっていうのもあるみたいですね。スアレスのガンマン、そっからちょっと打ってもね、入らなそうではあります。はい、相手はセンターレーンの守りを固めています。セントラアタックでは攻めにくいです。戦術を変更しましょうということで、ここで自分でね、状況を見て戦術を変えていくと。チームにはメッシとクリスティアーノロ、うわやば、もう夢のようなチームじゃないですか。スター選手がいます。セントラアタックが攻めにくい時はクリスティアーノロのレフトサイドかメッシのいるライトサイドからアタックしましょうということで、右サイドか左サイドか、今ちょっと真ん中で攻めてるけど、サイドで攻めようぜと。なんかロナウド言ってますね。いい選択だ。レフトレーンのディフェンスは弱いみたいなこと言ってるんで、ちょっとロナウドで行きましょうか。メッシはちょっとね、後でなんか活躍してもらえたら嬉しいなと思います。これ早速決めんじゃないの？ロナウドさん。ほら、なんかやばいよ。マンチェスターユナイテッドの初期ぐらいのね、初期の時の、若い時のロナウドみたいな、ドリブル、キレキレなドリブルしましたけど、ピケからのクロスに誰だ？ロナウド。現実でもあるよ、こういうの。こういうゴール決めるからね、ロナウドって。基本の加減試合にしましょう。了解です。これやんのかな？これ。ゴールパフォーマンス、やったやべえよ。やってくれんだ。絶対ネイマール、危険人物でしょ。サンバダンス、ほら、来たよ。専用スキル。こういうスキル発動。もう完全ネイマーじゃん。完全ネイマーやん。あ、終わったわ。シュートはダメだったわ。ディフェンスラインを突破しました。ディフェンス戦、次はじゃあディフェンスを戦術しろと。戦術を調整しろと。はい、じゃあライトディフェンス。なるほどね。ネイマールが左サイドから攻めてるから、右サイドの、ディフェンスをちょっと調整しようと。そういう意図ですね。監督になったようなこう気分になれる。しかも結構手軽にね。そんな感じのゲームだよ。デブライヌに、一発でかましてやったと、ピケ。ナイス。これ勝ったんじゃない？でもまだか。まだ仕上がってないか。メッシ来た。無我夢中。やばいやばい、メッシやん。ガチメッシだ。ガチメッシやん。メッシ、おい、どんなとこでゴールパフォーマンス？センターサークルまずいっしょ。センターサークルまずいっすよ。センターサークルまずい。そうしました。おめでとうございます。では、チームを作りに行きましょうということで。ありがとうございます。本部。どこだろうね、これ、国的には。イタリアのめちゃめちゃ上らへん。ヨーロッパの中心部ってところか。ちょっとわからないですけど。なんだ、このダンディ、イケオヤジ。会えて本当に嬉しいよ。コーチと才能あふれ、独自の戦術、そうでしょう。ペップから、俺、いろいろ、教育受けてるんで。なんかいろいろ漏れましたね。はい。指揮、基地、スーパースター契約。最初の選手をチームに迎えよう。誰かしら一人もらえるってことなのかな？サネじゃん。選べんだ。お、ジェズス、南の、ラガゼットサネ、ラッシュフォード。南のいいんじゃん。匠南の。おぉ、かっこいい。さすがにこれ、匠南のでしょ。はい、スタン選手がチームに加わりました。顔も普通になんか、ちょっと再現されてるっていう。おいおい、すごい技術。最先端技術じゃねえか、これ。最先端すぎるぞ。技術的には。基地を立てました。ようこそ、早速今のメンバーを見に行きましょう。なるほど。どんなメンバーがいるんだろう、初期メンバー。ターラブといいんじゃん。クワレツマ。伊藤達也だっけあれ。めちゃめちゃ悪くなくない？俺ターラブと好きだから、ちょっとそれが嬉しいんだけど、あとクワレスマ。で、チーム名決めてくって感じか。名前何しよっかな。チーム名はね、おしるこブラザーズでいこうかなと思います。ダメだ。じゃあ、熊田正史でいきます。いけるんかい、熊田正史。フォーメーションの確認完了と、ポルトガルリーグに挑戦しようって言ってるんですけど、ガチャ引きます。
はい、こちらちょっとね、アカウント変更しまして、ガチャですよ、やっぱり。結局ガチャ引きたいですからね。で、これスカウトです。スカウト行きましょう。で、今ね、全ポジション、そしてティキタカスカウト、ハイプレススカウト、カウンタースカウト、そしてフォワードスカウト、ミッドフィルダースカウト、ディフェンダースカウトと、めちゃめちゃ種類があるんですけど、これ全部ね、ちょっと引いていこうかなと思います。グリーズマン、デヘア、ファンダイク、ポグバ、ピケ、まあ、これはまあ、注目選手みたいな感じなんですかね。まあ、他にも当たる選手は、ムバッペ、オブラク、レバンドスキ、ネイマール、アザール、アーノルド、めちゃめちゃいるやん。そう。あ、バルサの時のイニエスタいるわ。ちなみにですね、ベスト11、このイニエスタ選手がアンバサダーとなっております。いや、えぐいね。え、トーレスいいんだけど。トーレスめっちゃ欲しいんだけど。うわ、ユナイテッドの時は香川もいる。え、激アツやん。まあ、引きますか、とりあえず。まあ、いろんな選手が当たると。やっぱ実名っていうのはいいっすね。じゃ、まず一回スカウト。こちらの方やっていこう。これがガチャ演出。スカウト演出と、地球が回って、ぐるりんぱして誰が当たるのかと。わ、これなんかやばそうな雰囲気。醸し出してる。あ、ベルナーじゃね、これ。ベルナー当たったんだけど。普通によくね？ベルナー。かっこよ。S プラスだしね。よし、どんどん引いていこうよ。さあ、頼みますよ。なんかやばいやつ。いや、でも、香川と、まあ、イニエスタと、トーレス、欲しいっすね。あー、ちょっとダメだったか。ミトログルか。じゃ、さっきベルナーとか結構、激アツっていう説。あ、じゃ、これもしかして、ちゃんと、あれかな、香川とかだったら、ジャパンでこう、行くのかな、そういうわけじゃないのかな。お、デウロフェウじゃん。いいね。いや、マジで、香川お願いします。香川。香川、トーレス。これ、一発当てたら、あ、うん、来たよ、これ。ゴールド。リアルだ。え、モドリッチだ。わかっちゃった。簡単に分かっちゃった。あ、かっこいい、かっこいい。おぉ、すごい、足元の技術。さすがモドリッチ。S プラス。え、結構当たりやすくない？頼む。なんかこの調子で2連続で。2連続 S プラ来てもいいんじゃないですか？これ。あ！だー、ダメだ。ダメだったけど、朝モアか。悪くないけどな。うわ、なんか今、気のせいかな。なんか地球の周りが、宇宙たちがなんかピカってなったし気がするんだけど。あー、関係なかったわ。まったく。じゃあ一回スカウトはラストに行こうか。この今のなんか地球のパッてやつは初期の演出だわ。関係なかった。俺の思い違い。あ、ジョンズだ、これ 100%。うわ、フィル・ジョーンズ来たわ。じゃあ次はね、この10回スカウト、10連のが気持ちいい説あるからね。必ず S- 以上の選手を獲得ということなんで、まあ、こっちの方がじゃあいいってことだよね。1回で引くよりかは。10回で引いちゃった方が。まあ、これはもう S プラ、まあ、S- か S- 以上だから、もうもっとやばいやつ来んじゃないの。ここで当てたいけどね、トーレス。あ、こんな感じか。あ、やばそう。あ、誰？これはマンチェスター・ユナイテッド、ブルーノ・フェルナンデスだ。かっこいいよ。さあ、これは、あ、セスクいるんだけど、ヌヒタリアン。え、めちゃ悪くなくね？ファルファンとか懐かしい。さあ、2回目の10連。頼む。やばいの声。なんか、当たる、こんだけ引ければ当たる気がしてきた。ギルモアだ。ケイタ・バルデ。え、マルディーニ、これマルディーニの息子。さあ、来たよ。なんかキーパーっぽいな。これはドンナルンマじゃないですか。よし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 。かっこいいな。キーパーのこの、なんか銅像からこの人に変わる演出結構好きかも。さあ3回目。ガンガン行こうぜ。どんどん引いていくよ。だからもう俺の狙いは今もう、香川、トーレス、イニスタ。あ、ダメそう。ダメだった。さあ4回目かな。頼むぜ。香川欲しいよ。トーレス欲しい。でも一番トーレスかな。なんだかんだ。なんだかんだトーレス。ザハはいいね。タオゼント。頼む。お、来た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 。やばいやばいやばい。あ、これど、なんかこの銅像のあれで決まってんのか。あれ、これは誰だ。あ、マルシャル。あ、違う、バランか。いやー、バランいいよ、普通に。さあ、5回目。さあ、そろそろ来てほしい。頼む。誰、エメルソン、サービッチ、プロメス、ルクショー。あ、来たよ。誰、え、これフォワードか。おっと、これは、5番、イタリア、ジョルジーニョ。いやー、マジ、ビッグの選手、名選手、ワールドクラスの選手が、かなり当たってますけど。頼むぜ、トーレス。トーレス香川。トーレス香川、イニちゃん。まあ、あれか、ムバッペ欲しいわ。もうみんな欲しいわ。もう最終みんな欲しいわ。メッシの当たってんじゃん。日本でこう、メッシの A とは結構評価良くね、そもそも。ちょっとそこがびっくりした。日本人どれだけ収録されてるかちょっとわからないけど、ちょっと日本人スカートとか組めたら組みたいよね。ペドロ当たって、おー、橋岡は A やん。てか日本人結構当たってんな。そういう縛りプレイ的なやつも面白いよね。何人縛りみたいな、国籍で縛っていくみたいなさ、こういうのもなかなかこういうゲームでは面白そうですけど。ウーレ当たったわ。あ、来た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 。この瞬間がいいんだよ。あ、これキーパーだ。どうぞで思い出した。あー、クルトワだ。もうすぐわかる。あー、顔もちゃんとやっぱなんかみんな似てますね、普通に。だからすぐわかるわ。お願いします。トーレス、来てください。多分ここの、なんかこの国のやつは関係ないっぽいな。あ、ヘンダーソンだ。ヘンダーソン S なんだ。え、これ、ルーってノーラン・ルーじゃね？俺、ノーラン・ルーすごい好きだったんだよ。え、北側当たったわ。え、日本人めちゃめちゃ当たるんだけど。ルーカス・パケタもいるし。これ10回目かな？なんか来る。あ、でも今違った。今違ったよ。なんかあの国のシャーンって行くとこは違ったんだけど。セバージョス当たってる。お、これはちょっと前線っぽいな。マンチェスター・シティだ。誰だ？え、
ブライネじゃね、デブライネ当たったんだけど、やば、デブライネも顔似てるね。うわ、デブライネだけなんかちょっと特別感半端ないぐらいやばいんだけど、キラ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 感半端な。よし、じゃあ次はティキタカスカウト行こうか。あ、これ見て、え、これなんて、見てみよう。うわ、顔写真だけじゃないやつもいるんだね。え、これネイマールと香川クソ欲しいんだけど。普通のネイマールも、パリの時のネイマールも当たって、でバルサの時のネイマールも当たるみたいな。あ、これ香川ドルトムントの時だ。やば、マジ。うわ、このあの時のみたいないるの結構いいな。グリーズマンバルサの時もあるし、ラモスのレアの時もあんじゃん。なるほどね。じゃあとりあえず一回スカウトちょこっと引いてみましょうか。初感をこれで。どうする、一発でネイマール香川当たった。これもネイマール香川でしょ、 100% 狙いは。あ、来たね。あ、来てねえわ。来てなかったけど、クルゼフスキー。さあ、2回目。まあ、この1回だと、あれなのかな。やっぱ香川とかは、なかなか当たりづらいとかはあるのかな。ちょっと、わかんないけどね。ポンス。さあ、3回目。頼む。俺に奇跡を起こしてくれ。激アツなやつを。激アツの選手は、ダメか。これは誰だ、アセンホか。キーパーだ。さあ、4回目。これだから、国のとこにガッとかじゃなくて、多分、あんま関係ないだろうね、この。ランダム要素。ちょっとわかんない選手来たな。5回目。行きたか。見せてくれ。頼むぜ、香川。ネイマー。香川ネイマー。もうそれだけだ。俺が求めてんのは。くそ。その回目。頼むぜ。なんか、確定演出みたいなのが見つけれたらちょっと見つけたいけど、今んとこあんまわからないな。お、来た。あ、でもこれキーパーだ。ローマのキーパーは、パウロペス。あ、じゃあまあ、ルイ・パトリシオか。パウロペスはもう移籍したっけ。なるほどね、ルイ・パトリシオか。次はね、10回スカウト。いきます。まあ、これの方がやっぱ確率は上がると思うんでね、明らか。ここで当てたいですけど。これでもトレス当たったのか、見てなかったな、そこら辺。ナイルズ？オヤルサバル？うっ、ラスト。来て。なんか来てそう。レアル？アラバだ。これは、ナイスだよ。かっけえな、スライディング。あっちの方向に家がありますと、教えてくれました。さあ、2回目。10回、10回。結局、10連よ。さあ、誰か。お、リュディがいるじゃん。ウェルベックいるよ。奥側、日本人マジめっちゃあったんだけど。あ、ネイマーじゃね？来ちゃった。え、これあのネイマー？こんなやってたネイマー。違う？あのネイマーだよね。レジェンド SL 出ちゃった。2回目にしてめっちゃすぐ当たるやん、嬉しい。何これ。じゃあ次香川だけだな。まあ他にもだからラキティチとかいたっぽいけど、ちょっとやっぱ香川日本人として当てたいですけどね。これ3回目かな。え、これマジ可能性あんじゃねえの。ベンホワイト、ニューカスモーラ、エルナンデス、ケイラ、もうめちゃめちゃいい選手ばっか当たってんじゃん。さあ、これ香川っぽいな、色がもう。あ、違うね。あ、フミソン？フミソン。フミソン。普通に嬉しいよ、アジア人として。ありがとう。いやー、強い。S プラスだもんね。フミソン。もうキラキラ具合エグ。さあ、4回目。香川。もう香川当てれたらもう最高だよ、俺。もう最高の動画になるよ、これ。お願いします、香川。当てちゃってください。あ、キーン？キーン、これモイズキーンかな？コンティ。で、シソコが当たりましたね。やった時6回目。いやー、ちょっと本当に香川が欲しい。香川が当たってくれたらもう本当に嬉しい。お、なんか来た。来そうな予感した。ペレグリーニ？ペレグリーニ、ブライン。やめて！やめてって何？やめてって何？おっと、香川じゃね？よしよしよし、もう、違うかと思ったけど香川来たわ。結局が当てちゃうのよ。あー、えぐいわもう。当たっちゃった、香川。じゃあ次はハイプレス。あ、これもレバンドスキっぽく、あ、もしかしてこれ、かっこいいやつ？かっかっこいいやつじゃん。え、やば、レバンドスケ、ポグバ、フィルミノ、ボアテング、エリクセンが、かっこいいやつ。SL だね、SL。これ当てるでしょ。これ当てちゃいましょうよ。じゃあ、ハイプレス、これ、じゃあ、10回スカウト行きましょうか。いや、これ、レバー、いや、でも、レバンドスケも好きか、まあ、ポグバ当てたいね。ポグバ、ユニフォーム持ってるしね。まあ、今回、ちょっと今日来てるのはね、ポグバじゃないんですけど。さあ、マリー？ベンアルファいんじゃん。グリュート、いる。あ、来た。え、これ、レバーじゃね？あ、マジでレバーじゃん。え、簡単に当たっちゃったんだけど。え、これ SL だよね。SL レバー来た。ええー、いや、もう運良すぎない俺。え、お前これハーフなんだ。これハーフのマイク？じゃあ次ポグバね。次ポグバ行きましょう。もう当たっちゃう、これ連続で。いや、もうこんだけ SL 当たったら、やばいこと起きない。お、上だ。日本人もね、めちゃめちゃ収録されてますね。そして、ジョタと。あ、来たわ、これ。でもキーパーだ、これ。キーパーだか違うわ。あ、オブラクか。ナイス、ナイス、ナイス。ワールドクラスの選手ですからね、オブラク。はい、もう、まあ、多分100メートル以上飛んだな、今のスローイング。ポグバ。あとは君だけ。いや、他にもボアティングとかいたけど、ポグバ。俺はポグバ。ポグバ欲しい。アシュリー・ヤング。しかもいないって言った時、うわー、もう、おー、マッシュラーノ。夏。ポグバ。これデジャブじゃないからね、これ。マジ祈りを捧げてる。頼むよ。北川よう当たるな。藤本。うわ、ダメだった。シマイケル。シメオネ。中村。頼むぜ、ここ。頼むぜ。アトレティコ。このヒゲの感じ、コケ？コケ臭いね、これ。サウルか。サウルだ。これ多分あるあるだと思うんだけど、コケとサウル若干、
かぶるっていう。じゃあ次カウンターアタック。ラモス、モドリッチ、こんなんもうやばいじゃん。さっきモドリッチ普通のエース当たったけど。コスタもいるの？イグアイン、ビダル。いや、これもう全員欲しいね。でもこの位置欲しいのはやっぱラモスかな。なんだかんだ。じゃあ行きましょうか。10回スカウト。まあ SL 来るでしょ、この流れからしたら。っていうか、めちゃくちゃなんか確率いいっすね。全然渋ってる感じなくて。頼む。うわぁ。さあ、ここでもう一体。一体でいいよ。もう SL。めっちゃ当たってるから SL。えぐいほど引いてますから。サール二人いるよ、サール。ダブルサールが来た。あ、またいたな。あ、これ来たな、SL。マンチェスターシティの選手はいなかったな。お、デブライネ。ちょっとさすがに2回目となるとね、驚きも半減しちゃいますけど。デブライネ当たっちゃって、また。頼むぜ。モドリッチ、ラモス。まあ、イグアインもいいな。意外はもっとね、レアルだしね。まあ、イベントスのやつだったけど。オッケー、エルネに。なんだなんだ？ケシエもいいんじゃん。頼む。モドリッチ。モドリッチだ。いや、来ちゃうんだな、これ。結局よ。見てよ。SL ポッポちゃんだよ。また。ありがとうございます、モドリッチ。嬉しい。表紙だからね、もう表紙。さあ、お願いします。モド先輩。モド先輩もういいや。モドパイセンはいいから、次はラモ先輩。お、鈴木。あ、来たよ、ここで。ちょっと手前で来たよ。あ、これな、ラモス臭くないこれ。違うわ。絶対違うじゃん。岡崎ジャパン。岡崎、あれなんだ。S プラスなんだ。しかもレッサーの時の岡崎。嬉しいっすね。おー、もう一回さあ、これ誰？バルセロナ？スアレス。そうだ。SLA じゃなかったよね。普通の S プラスかな？ありがてえな。いや、これマジさ、日本人縛りいけるね。ああ、でもラモス引いて、気持ちよくね。気持ちよくこのスカウト終わらせよ。ラモス引いちゃおう。セメド？セメド来て、ロカテリ、アランいる。しかもナポリの時の。あ、でもこれ多分ディフェンダーってこうさ、スライディングしてる感じだと思うんで。あ、意外じゃね？あー。SL また来ちゃったんだけど。えぐない？いやー、ちょっと当たりすぎ。嬉しい。さあ、これラストにしましょうか。ここで当たるはずなんですよ。俺の中では。俺の頭の中のストーリーでは。ラモスが最後に来てくれるはず。頼むぜ。ウィルシャーいる？来なかった。最後、もう普通にチェイクがこんな普通に出てきたけど。それじゃあ次はね、フォワードスカウト。こちら引こうかな。まあ、ケイン、アザール、サラメってね、出てますけど。まあ、フォワードの選手が当たるよという感じになってます。あ、トーレスがいるからね。やっぱトーレスちょっと当てたいっすよね。しかも見て、アトレティコの時のトーレスもいる。チェルシーの時のトーレスもいる。トーレス、マジ当てたいんだけど。あ、伊藤純也に武藤。日本人もいるね。イブラもいるやん。いや、これちょっと当てたいね。じゃあ行きましょう。トーレスよね。結局だ。最初から言ってるけど。トーレスがやっぱ一番推しなんで。もう別に、いつの試合でもいいですよ。リバプールでも、アトレティコでも、チェルシーでも。全然いいっす。ピアツァ祭り来てんだけど、ピアツァ祭り。ピアツァ祭りはもういいから、トーレス祭り見せてほしいわ。正直。なんか来そうな予感してんだよな。お、グイデッティ。懐かしのグイデッティ。いや、来た！頼む。これトーレスだ。いや、ドルトムント、ハーランド？ハーランドだな、これは。まあ、ハーランドはそれはもう、文句なしのエスプラだもんね。さあ、よろしくお願いします。フェルナンドは、頼むぜ、フェルナンドは。見せてくれよ。時代を築き上げたフェラ、バロッテリ嬉しい。いや、普通にちょっとごめん、バロッテリ嬉しいわ。マルシャルもいるわ。この流れに。これマフレーズ。アグエロか。アグエロさん、引退しちゃいましたからね、アグエロね。ちょっと残念ですけど。トーレス、君はいつ出てくるんだい？トーレスさん、いつ姿を見せてくれるんだい？もうまたバロッテリ、よし、サーネ。え、サーネ。シティの時のサーネと、バイルの時のサーネと。すごい。なんだその時代を交差して、おいリバプール来た、トーレス。やっぱよだれ出そうなった。しかもリバプールの時のだよ。一番好きな時のトーレス。マジで良すぎ？かっこよ。なんなんこれ。じゃあ、あとはもう、ね、当たったんで、もう気持ちよく、ウィニングランで、ちょっと数回引きましょうか。頼むぜ。あれ、ハンドルゴメスがいた。ヨーロッパの景気がレスピスの選手が面白い。30% 上がりました。レバンドスキー当たったんだけど、なんかメッセージとともにレバンドスキーが登場して、でもレバーはね、SL ポッポちゃんのレバーいるんで、まあまあ嬉しいですけどね、普通に。いや、サラー欲しいな。サラー、こんななんか構えてるから、面構えがやっぱいいから、サラーは。あ、ピアツァ、またピアツァ祭りだな。ピアツァめっちゃ当たんな。うわ、これは爆死。ベンエデルいるわ。じゃあ次はね、こちらミッドフィルダースカウト。エリクセン、カンテ、クロス。カンテ当たってないね。これも10回スカウトでね、行きましょう。あ、いやー、カンテですね、これは狙いは。間違いなく。カンテはまだ今んとこ当たってないから。なんか当たるような気がする。ファンヒンケル？熱い。モリと当たったんだけど。さあ来てくれ。カンテ臭いな、これ。いや、違うか。これはポグバだね。ポグバ。SL のポグバじゃなく、普通の S プラスのポグバが来たと。まあ嬉しいですね。元村カンテ。元村カン
ったみたいな。日本人みたいな感じになっちゃったけど。よろしくお願いします。対戦よろしくお願いします。ゲンドゥージいるやん。オルブライトいるやん。あ、ダメだった。あ、ちょっと今のところに来てほしいっていう選手は全員来てるからね、ほんに。えぐいレベルで運がいいんだけど。来てるんだけど。さあ、ここでカンテ来てもおかしくないんじゃないの？青かったらカンテ。あ、これはエリクセンじゃないですか？エリクセン。ありがとう。表紙ですからね。エリクセンも。お願いします。カンテ。あとはカンテ。もうミッドフィールド使うと、あとはカンテ。カンテさえ来れば、完璧。完璧ですよ。トーマス、ゲンドゥさっきも言った。おぉ、コバチッチ。可愛いんだよね、カンテ。めちゃくちゃ、なんか、行動とかさ、顔とかも、存在が可愛い。プリシッチ来てるよ。原口すごいなんか、見てますけど、こっち。これはカンテではないけど、8番イニエスタじゃね？ガチ。イニエスタはね、なんで言ってもこのベストイレブンのアンバサダーを務めてる選手なんで、はい。まあ、さ、序盤の方でも言ったと思いますけど、その選手が当たるって、そんな、運命的な出会いを果たしたですよ。確実に。頼みますよ。カンテです。だけですから、あとは。よしよしよし。まずここを超えないといけないからね、この演出を。演出を超えていけ。ユベントスはカンテじゃないのよ。ただ14番フランス。マトゥイディだ。絶対マトゥイディ。よし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 。選手当てゲームになっちゃった。じゃあ次はね、ディフェンススカウト、ラモス、ファンダイク、マルスローブ。マルスローブ、ファンダイク欲しいんだけど。まあ、ラモスも欲しいけどね、さっき当たんなかったから。行きましょう。まあ、ここではでもファンダイクかな。でもマルスローも欲しいな。サイドバック欲しいね。サイドバックの選手なんか誰か当たってたっけ？なんか今のところあんま当たってないような。と、S マイナーからの？これは完全に？違うね。デフライじゃなくて、デフライか。あ、違う、シクリニアルだ。デフライはオランダ人ですね。さあ、あー、ダメだ。フィリップスマズリーだ。ファンダイク来い。カモンファンダイク。キャモンファンダイク。キャモンファンダイク。来たな、これ。こんだけ言ってこないってことはないでしょう。さすがに。さあ、キャッ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 。あ、これはディフェンダーも、ディフェンダーだからね。ディフェンダーのやつだからね。ラモスじゃね、しかも。来たー、ラモスちゃん。しかも、パリのラモス。最新版ですよ。こりゃ。じゃあ、あとはマルセロとファンダイクのみだね。欲しいのは。これさえ来ればもう完璧。完璧べき子ちゃんだよ。スモーリング？フローレンツィ？ローマの時のフローレンツィ？さあ、ここは？来るはずなんだけどね。ピケだ。ピケさん。てかやっぱなんか、このゲームの画面の選手の顔が普通にみんな似てるっていう。結構プラスですよね、それ。ポイント的には。ちょっとテンション上がんないからね。フェイス似てないと。みんな似てるから。来たぞ。来ましたよ、これガチで。これファンダイクじゃない？あ、違う。ユベントス、ブラジル人。だって誰だダニーロ。あ、違う、アレクサンドロだ。くそー。負けた。このマッチ負けたわ。さあ、これ何回目？ 5 回目？だいぶ引いてるけど、ラモス、マルセロ、ファンダイク。マジファンダイク欲しい。ウルザワ。さあ、来たね。これファンダイクだな。ロストラックファンダイク。赤キラファンダイク。マジファンダイクや。完璧すぎんだけど。いや、もう来てるって流れ。ファンダイク当たっちゃったよ。じゃあこれラストいきますか。ラストマルセロ行くよ、これ。いや、ここでマルセロ当たったらマジですごい。そんなうまいこといかないよね。さすがに。どうなのよ。ルベンディオス？ミリタオ？めちゃめちゃいい選手当たってんだけど。あー、最後はヒサイと。まあ、よ、いいでしょ、だいぶ。だいぶ揃ったでしょ。もうめちゃめちゃ引いたんですけど、全部引いたけど、激ヤバの選手当たってますから。とりあえずね、この当たった選手たちが今いるんですけど、ちょっとこれね、さっきね、後で契約ばっかおっしゃったんで、あ、何人かちょっと契約しましょうか。SL ポッポちゃんたちはね、さすがにね、契約していきましょう。さあ、来たよ。こんなに住みたなかったね。おい、ネイマール、チームに参加。で、次、6ペン。どんどんこう契約していこう。やばいよ、この豪華すぎだろ。はい。じゃ、次、レバンドスキー。SL、だいぶ当たったのが、こうやって見ると。もういいっすね。レバ、ミラノにも普通に似合ってんな。じゃ、次、モドリッチ。えぐないですか？こんなにワールドクラスの選手と契約しちゃって。はい、ミラー、モドリッチ、チミさんか。ありがとうございます。次、香川だよ。新次香川。頼むぜ、香川。さあ、新次香川。なんか狙ってますけど。で、じゃあ次、グアインの SL。はい。契約と、ユベントスの。おー、なんか。同じポーズしたね。ていうかね、一括契約あるから、これで一括で、いろんな選手ちょっと契約しちゃいましょうか。オッケー。ちょっとね、契約完了したんで、メインメインに戻って、チーム遠征しましょうか。ちょっとね、じゃあ当たった選手たちちょっと入れてみようかな。さあ、組んでみました。まあ、今のところ多分これが一番もう、バカ強い使っとんなります。ちょっとイグアインがね、SL ね、入れられてないけど、まあこれはちょっと仕方ない。で、まあ戦術もね、こうやって細かく決めることができますね。とりあえず激ヤバスカット完成しましたね。満足でしょ、これで。じゃあ次はね、選手強化。まあ選手の育成ですね。これはちょっと軽くやろうかなと思います。じゃあまずレベルアップ。かっこいいね、このスアレスのゴールパフォーマンスのところ。ネイマールちょっとレベルアップさせよっか。フォワードビデオテープ。ビデオテープを使うと、レベルが上がると。だから多分、
誰のビデオテープか見てるんだろうね。クライフとかマラドーナとかわかんないけど、多分そこら辺の選手の、昔の選手の多分激ヤバなビデオテープ見て成長、それをもう自分の取り入れて成長していくという感じですね。で、一括でレベルアップっていうことも可能です。じゃ次はフィジカルですね。わー、かっこよないこれ。別空間になんか来たような感じの異世界感ありますけど、めちゃめちゃいいっすね。まあ、ここではいろんな部位を強化することができると。じゃ胸いくか。おー、いや、胸いいね。腹、なんて言うんだろうね、ここね。足、太ももか。で、腕、そして背中、で、足と。細かいね。腹筋ちょっとステータス上げたいな。まあ、一括いっか。はい、一括強化しました。だいぶこれでフィジカルやばい、高まったんじゃないネイマール。じゃ次はこちら、テクニックですね。ローリング画面かっこよ。スペシャルコーチ。はい、選手はトレーナーセンターでスキルを強化し、能力上げることができますと。まあ、こういった感じのね、説明もしてくれます。まあ、スペシャルコーチはね、コーチ雇います。じゃネイマールをね、トレーニング開始しましょう。はい、こんな感じで、しっかりトレーニングしてますね。ちゃんとトレーニング行ってくれてるわ。で、こっちにも追加できるから、じゃあこれ6辺にしとこうか。めっちゃトレーニングしてくれるやん。ありがた。こんなトレーニングしてくれんの。で、次これで、こっちグランド2ですね。2個もある、もう、ビッグクラブだ。飛んだビッグクラブ。こんなグランドいっぱいあって。じゃあ、グランド3あります。もう、ビッグクラブとかのレベルをはるかに超えたビッグクラブです。ニョブラグもトレーニングと。これでみんなトレーニングできるからね。まあ、グランドは3つあります。あ、ちゃんとトレーニング取り組んでますね。こう、見ることもできるからね、こうちゃんと。お前らちゃんとやってるかって。ちゃんとやってなかったら、罰金なんでね、こいつら。全員。やってくれてると。で、ここにあと、どれぐらいで、このトレーニング終わるよっていうのはね、見ることができます。これ全員で見ることできると。まあ、ちょっと終わるまで待ってみましょうか。あ、ネイマール終わったぞ。はい、トレーニング完了ということで、なんか上がりましたね、能力がね。テンション OVR が上がったと。6分も終わるよ、これ。6分終わったね。カーブ。はい、上がっていくと。こんな感じでね、選手たちを強化することができると。なかなかね、育成システムもね、すごい凝ってて、面白いんですよね。で、次はね、覚醒。こちらの方やっていこうかなと思います。まあ、覚醒させると選手の能力が大幅に上がり、スキルを習得できます。選手のランクが高いほど、覚醒上限が上がりますということで、まあ、覚醒には、ね、チャンピオンメダルが必要ですと。で、このチャンピオンメダルっていうのはリーグマッチもしくはキャンプなどから獲得することが可能と。じゃあ、ちょっとやってみましょうか。でもね、パートナーが必要なんですけど、これ多分 200? この数値満たせばいいんで、プラス1800とかちょっと多すぎるんだよね、もらえるあれがポイントが。まあ、でもちょっと選手がいないんで、まあ、誰でもいいか。じゃあ、今回はマトゥイディ。今回マトゥイディで消費しましょう。まあ、こんな感じでね、ちゃんと警告も出ますね。今回 S プラス選んじゃってるからね。まあ、今回でも続けるで。はい、覚醒。はい、覚醒。覚醒成功という感じになっております。まあ、これが覚醒システムですね。次はね、この特訓やっていきましょう。各選手3つの特訓項目を持っています。特訓するためにランクの異なるステータスが付与されていくと。特典項目を保留したい場合は項目をロックすることができ、最大5項目までロックできます。同じ属性の項目は3個までですという内容になっております。じゃあ、ネイマールね、特訓していきましょうか。じゃあ次は A4 電動。こちらをやっていきましょう。はい。で、各電動にはポジションに応じて S プラス1000以上の選手を設定できます。同盟の選手は設定できませんと。スタメンを設定した選手の一部オーベルを獲得でき、設定した選手の保持数が高いほど割合が高くなりますと。A4 メダルもしくはチームレベルが一定数達するとスロットをアンロックできます。選手の設定が一定数満たすと電動レベルが上がり、オーベルが増加しますと。まあ、電動ボーナスっていうのがね、付与されるという感じになってますね。電動ボーナスっていうのがあって、まあ、それがね、スタメンの対応ポジションの選手にこう振り分けることができると。で、電動入り選手の覚醒回数が多いほど、まあ、ボーナスが多くなっていくよと。まあ、そういうシステムですね。まあ、とりあえずちょっと一回ネイマール、レバンドスキー、メッシ、イグワイン、クリスティアーノ・ロナウド。はい、電動させました。かっこいい。なにこれ？めちゃめちゃかっこいいやん。で、まあ、これで電動ボーナス353という感じになってます。まあ、これはね、ミッドフィルダー、ディフェンダー、ゴールキーパーと、電動選手をね、こう加入させることができると。まあ、どうせちょっと全部やってみるか。はい、とりあえずミッドフィルダーね、電動入りさせました。はい、ディフェンダーも電動入りと。ゴールキーパー、リザーブに3人までしかいなかったわ。後で契約やりすぎて。はい、こんな感じになりましたね。はい、ってことなんでね、もう選手強化、この選手の育成っていうのもね、かなり豊富で、まあ、いろんなものがあるという感じになっていて、結構まあ、やり込み要素が多いのかなと思います。じゃあ最後に、じゃあ試合やりましょうか。どうせなら、せっかくここまでね、組んだんで、試合を行いましょうよ。リーグマッチ、行きましょう。まあ、おそらくボコボコのボコだろうね。じゃあ、ファマリカン FF、これ挑戦していきましょう。あ、もう相手もうなんかもう大したことなさそうなんで、多分これもう余裕で勝つんじゃないですか。あ、出た、ロード画面かっこよ。はい、来ました。ちょっとどうせね、このスタメンのやつも見ましょうか。こっち、待って、こっちのオーベル 27,510 に対して相手3,500とかちょっとかわいそうすぎるんだけど。こういうやばくない？で、これ加速ね、することができるんで、まあ、加速させたい場合はね、加速させて、こうやって見ることができます。はい。な、もう早速決めちゃった。レバンドスキー。そりゃそうよ。決めちゃうよ。はい。電動行っちゃって。
で、まあ、ここで、途中変えることできますけど、まあ別に今なんか効果抜群ってことなんで、はい、なんか全然大丈夫っぽいんで。あ、今、あ、待って、決められてる。おいおいおい、待って、相手のチーム、ドリームチーム、効果フレだって。ってことは、今左サイドから来てるから、こっちをライトディフェンス守らして、どうしようか、これ。ハイクロスディフェンスか、ゾーンディフェンスか、マンツーマンでやるか。配備中と。これで今多分戦術を浸透させていって、どうなのかと。まあ、でも圧倒的な攻撃力あるんでね、こっちには。レバンドスキーゴールと。レバーめっちゃ大活躍じゃん。さあ、適応中、適応されて、あ、なんか、溜まってってる。ん？アクショントリガー。かっこいい。なんかイニエスタが、なんか効果、スキル発動したな。おー、イニエスタ。めっちゃイニエスタ。お前、それイニエスタからメッシとか何？メッシめっちゃ似てるやん。メッシフェイスいいよ。さあ、ほら、左サイド、効果抜群。決められてるやん。効果抜群とか言って。決められてるやん。あ、選手交代か。選手交代はちょっとしなくていいかな。勝ってるけど、お、なんか来た。前方やったく。ラモス。ラモスっぽい。マジで強いからね、セットプレイラモス。点決めますから、ディフェンダーじゃないレベルのぐらいのね、得点能力持ってますからね。エヴァからの、はいね、今。もう SL 軍団が、ね、最後の最後、ぶちかましてってるから。これはもう勝ちだろ。いや、なんでかんだやっぱ余裕でしたね。交代使わずもガーナだよ。使わず、あ、でもまあまあ、今前半だったのか。はい。ね、今言ってるよ。これはもう、こっから、さすがに、ゼロに抑えるでしょ。失点も。選手の交代もちょっと視野に入れていこうか。あ、スタミナが結構あれだから、あ、なんか、ソンがなんか効いてるよみたいなこと言ってるから。ファンダイクとピケも交代するから。トーレス入れたい。さすがに。よし、これでいこう。さあ、次のあれで交代かな。あ、勝った。選手勝った。トーレス決めてほしいね。そう、スタミナがね、重要なんですよね。結構。ネイマーが決めてハットトリック。トーレスのゴール見たいよ俺は。頼む、トーレス決めてくれ。最後にトーレス決めてくればもういいよ俺は。満足だ。入ったな。6ペン、メッシ入ったね。これトーレスじゃない。来た、トーレス。これよな、トーレスといえばやっぱナイスすぎ。でもこれ余裕勝ちだな。あ、レーン劣勢だって。レーン劣勢ってことはハイクロスディフェンスにした方がいいのかなこれ。多分おそらくね。間違ってる可能性もあるからね、これ。采配が下手くそな監督だったら。メッシ決めて。あ、メッシはこのこういうパフォーマンスなのかな。あ、終わっちゃったわ。ディフェンスのあの戦術変える前にもう普通に終わっちゃったわ。はい、余裕で9対2で勝利しましたね。おー、なんかリプレイが見れる。めっちゃいいじゃん。こんな細かく リプレイ見れるの。しかもなんか画面もでかくできるし。マジ最高じゃねえかよ。詳細も見れると。あ、選手のレベルが上がっていってんだ。統計。なるほど、細かく見れる。え、だいぶ作り込みえぐくない？え、作り込みえぐいんだけど。でですね、こちらの歯車マーク行っていただいて、こちらギフトコード。今ね、こちらギフトコードがありまして、それを入力すると、プレゼントが受け取れることができると。まあ、ゲームで使用できるアイテムですね。で、こちらのギフトコードは2つあるんですけど、まあ、その2つとも6月の末まで使用することができますので、ぜひ皆さん、このゲームダウンロードして、ギフトコードを使ってね、まあ、序盤からアイテムもらって、まあ、進めていってください。はい、ってことなんで、ベスト11どうでしょうか？かなりね、作り込まれていて、なんと言ってもやっぱあの、選手たちのこのフェイス、似てるっていうのと、あとやっぱ実名収録なんで、かなりポイント高いですね、これは。普通に面白い。ぜひ皆さん、こちらの動画の概要欄にですね、このベスト11のダウンロード、リンクと、そしてこちらのコード、まあ、載せておきますので、ぜひそこからダウンロードして、プレイしてみてください。ゲームとしての完成度は、高いんじゃないかなと、個人的には思いました。あとはですね、スター選手っていうのを集めるのに、まあ、それほど時間がかからないっていうのも、かなりいい点なのかなと思います。ってことなんで、ぜひ皆さん、サッカー好きの方、マネジメント系のゲームが好きな方、ぜひプレイしてみてはいかがでしょうか。はい、ということなんで、最後までご視聴ありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイ、さよなら。